X 染色体の不活性化、X 染色体の不活性化、X 染色体の不活性化、英語、X イナキティベーションとは哺乳類の性、染色体である X 染色体が一本を除いて、残りの X 染色体で遺伝子発現が抑制される構造に変することを言う。この現象は、ライオニゼーションとも呼ばれ、不活性化された染色体を、バー固定、バー正体、英語、 バーボディとも言う。X 染色体の不活性化は、X 染色体のほぼ全領域、例外は、技術で染色体領域が、ヘテロクロマチン構造を取ることで起きる。この不活性化は遺伝子量保障のために起きると、考えられている。つまり、オスでは一本しかない X 染色体で生存に、必要な遺伝子を発現させているが、 メスでは2本の X 染色体からの過剰な量の遺伝子の発現を避けるために、片方の X 染色体を不活性化している。どちらの X 染色体が不活性化されるかは、マウスや人のような神経もの下ナ動物においては、無作為に決まるが、一旦不活性化が起こると、その X 染色体の不活性化状態は変化しない。これに対して、有体類においては、 父親由来の X 染色体が選択的に不活性化される。神経もの下ツナ動物のメスでは、肺発生時に各細胞で不活性化される X 染色体が決定され、それぞれの子孫となる細胞にも、その不活性化状態が引き継がれる。そのため、X 染色体上の遺伝子座の遺伝子型がヘテロ接合型の場合、細胞によって異なった。 対立遺伝子が発現するモザイク状態となる。三毛猫はこの状態の代表例として知られている。また、X 染色体に座状し反省遺伝をする遺伝子疾患はヘテロ接合型のメスでは疾患遺伝子が不活性化されていない細胞で発症している場合があり、モザイクの分布に依存して軽症から重症まで様々となる。同じ理由で 神経モノシタツな動物のメスのクローン、一卵性ソーセージなどは、先天的な遺伝子型は一致するが、基幹各部で発現する対立遺伝子が異なる場合があり、完全に同じ発育をするとは限らない、遺伝子疾患の病状が異なる一卵性ソーセージの女性の例も存在する。一方、X 染色体不活性化が起きない神経モノシタツな動物のオス、 もしくは父方 X 染色体が不活性化される有体類のメスなどではクローン間でのこのような違いは生じない。ドイツの生物学者ヘルマンヘンキングが細胞分裂の時に他の染色体とは異なり相同染色体とのペアを作らない特殊な染色体をカメムシ、星カメムシの生産細胞で見つけたのは1890年であった。彼は この染色体を X と命名したに過ぎなかったが、染色体研究が進展した1900年代に、この染色体が CU で存在する数が異なる、性染色体であることが判明した。星カメイムシは、メスが2本の X 染色体を持ち、オスには1本の X 染色体しかない、XO 型の性決定機構を持つ昆虫であった。類似の性決定機構は哺乳類でも観察され、 それに関わる染色体は、昆虫と同様に、X 染色体と呼ばれるようになった。性染色体による性決定機構には、XO 型の他に材型、ZW 型、ゾ型などがあり、哺乳類は、ほとんどが材型に属している。1949年に、カナダの神経生物学者、マレーバーは、猫の神経細胞において、細胞分裂を起こしていない。 細胞核中に濃く染まる構造物を見つけた。彼は細胞あたり核1個含まれているこの構造物がメス特異的であることからこれを生鮮食質と命名した。この生鮮食質は一般にバー固定と呼ばれることとなり性別の判定検査で利用されるようになった。1959年に大野犬は哺乳類のメスの2つの X 染色体が一つ厚に染色体のように見え、他方は凝集してヘテロクロマチン状に見えることを示し、1960年にはバー固定がメスの2本の X 染色体のうちの片方出ることを示した。この発見を受けて、1961年にイギリスのメアリー・ライアンは、X 染色体がバー固定に構造変化すること、イコール不活性化について、 仮説を提唱した。それは、バー固定が存在する理由と、X 染色体がバー固定に変化することの影響に関して、説明を試みるものであり、毛皮がまだら模様となる哺乳類、マウスのメスの説明も含まれていた。この仮説では、肺発生の初期に2本の X 染色体の片方が、無作為にバー固定化、不活性化され、その後その肺は、 X 染色体に関してモザイク状のまま発育するとするものであった。ライアンの仮説はメスの細胞の X 染色体の一本が非常に凝集しているという発見と X 染色体が一本だけのマウスが生殖能力を持つメスに発育することを考慮に入れていた。この仮説は三毛猫を使った実験で正しいことが立証された。 グルコースマイナス6輪酸脱水素酵素欠損についてヘテロ接合型女性の研究を行っていたエルネスト・ボイトラーも独立にヘテロ接合型女性には欠損型と正常型の両方の赤血球があることを報告した。肺発生初期の二細胞期マイナス4細胞期にメスのマウス細胞は一度地中型 X 染色体のゲノムインプリンティングすり込みによる 不活性化を受ける。肺に栄養を供給する胎盤や葉膜などの肺体外組織になる栄養外肺葉は、この初期すり込みによる不活性状態を維持し、母方 X 染色体のみがこれらの組織では活性を持ち続ける。肺盤放初期に後に肺となる内部細胞界の細胞では前述の すり込みによる X 染色体不活性化は解除され、それらの細胞では2本の X 染色体双方が活性化する。しかしながら再び、それらの細胞それぞれが独立かつ無作為に X 染色体の打ち方法を不活性化する。この不活性化は、生殖細胞系列以外では、その細胞の障害を通して解除不能であり、その細胞の子孫となる全ての細胞は特定の X 染色体の不活性化を引き継ぐ。これは、もしメスが反省遺伝子についてヘペロ接合型であれば、ネ猫の毛皮の模様として観察されるようなモザイク状をもたらす。独立した細胞及び系列細胞への引き継ぎは、無作為ではない状態を作り出し、これが反省の遺伝子疾患であるメスにおいて症状が軽くなる結果をもたらしている。 X 染色体の不活性化は、生殖細胞系列では解除され、すべての乱母細胞は、活性型の X 染色体を持つ。正常なメスは2つの X 染色体を持ち、任意の細胞において1つの X 染色体は、活性を持ち、素と呼ぶ。1つは、不活性になる、臭いと呼ぶ。過剰な X 染色体を持つ個体に関する、研究によると、2つを超える。 X 染色体を持つ細胞においては、そのうちの一つだけが外なり、残りの X 染色体は不活性化されることが分かっている。このことは、メスの X 染色体は基本的には不活性化されるように設定されているが、常に一つの X 染色体だけが活性を持つように選択されることを示している。X 染色体に結合して、 不活性化を阻害する次染色体上のブロッキング因子が仮説として提唱されている。限られたブロッキング因子があり、一旦利用可能なブロッキング因子が一つの X 染色体に合すると、残った他の X 染色体は不活性化から守られなくなると、このモデルでは説明している。この仮説は多くの X 染色体を持つ細胞でも活性を持つ。 X 染色体が一つだけであることと、常染色体が正常の2倍ある培養細胞株では、活性を持つ X 染色体が2本あることによって指示されている。X 染色体上の X 不活性化中心と呼ばれる塩基配列が X 染色体の不活性化を制御する。想定されているブロッキング因子は、X 区の内部配列に結合するものと予測されていい。 X 染色体上に X クが存在することが X 染色体の不活性化が起きるための必要、十分条件である。X クが常染色体上に転座した場合、その常染色体が不活性化され、X クを失った X 染色体は不活性化されない。X クは X 染色体の不活性化に関係するイグジストと x の二つの基本薬性 RNA 遺伝子を含んでいる。x ク,クは、さらに基地及び未知の制御タンパク質との結合部位を含む。イグジスト遺伝子は、長大な基本薬性 RNA をコードしており、それが転写される X 染色体の特異的、不活性化に関与する。不活性な X 染色体は、イグジスト RNA によって包まれており、活性を持つ層は包まれていない。 イグジスト遺伝子は臭いから発現する遺伝子であり、そうでは発現しない。イグジスト遺伝子を書く X 染色体は不活性化されることはない。人為的にイグジスト遺伝子座を他の染色体に転座させ発現させた場合、その染色体の遺伝子発現に抑制が起きる。不活性化が起きる前には、2本の X 染色体の双方がイグジスト RNA をわずかに転写している。 不活性化プロセスが進むにつれ、外なる染色体は、イグジスト RNA の転写を止め、一方、臭いとなる染色体は、イグジスト RNA の転写を劇的に増加させる。臭いとなる染色体上で、イグジスト RNA は、エクスック領域から、他の部分に広がる。臭いにある遺伝子の抑制は、イグジスト RNA によるコーティングの直後に起きる。つくす遺伝子は、 イグジストと同様に長大な基本薬性 RNA をコードしている。ツックス RNA はイグジストに対する相補差アンチセンス RNA として転写される。すなわち、ツックス遺伝子はイグジスト遺伝子にオーバーラップしており、イグジスト遺伝子の DNA 差の相補差から転写される RNA である。ツックスはイグジストを抑える制御因子であり、 ツックスの発言を書きイグジストがこう発言する X 染色体は正常なものより不活性化されやすい。イグジストと同様に不活性化が起きる前にはツックス RNA は双方の X 染色体でわずかに転写されている。X 染色体の不活性化が始まると将来の臭いはツックス RNA の転写を止め、一方将来の素は XRNA の転写を数日間に渡って続ける。不活性化された X 染色体であるく際は全体的にヘテロクロマチン構造をとり多くの遺伝子の発現が抑制されている。その状態を顕微鏡観察したものがバー固定である。バール固定、バール体も呼ぶ。バー固定は イグジスト RNA にコーティングされており、通常は細胞核の周辺部で観察される。また、細胞周期では他の染色体より DNA 複製複製される時期が遅い。臭いでは DNA 及びヒストンの収縮が外、異なっており、それらは遺伝子発現の抑制に関与している。さらに、臭いのヌクレオソームには、 マクロ H2A と呼ばれる変異型ヒストンが特異的に見つかっている。X 染色体上のいくつかの遺伝子は臭いでの不活性化を逃れる。イグジスト遺伝子は臭いでは高レベルで遺伝子発現を発現し、そうでは発現しない。その他の臭いでの不活性化を逃れた遺伝子は外臭いとで同様に発現する。人の臭いでは 染色体の遺伝子のうち最大25%程度が発現しているのに対して、マウスでは不活性化を逃れる遺伝子はほとんどない。不活性化を逃れる遺伝子の多くは、X 染色体上で他の X 染色体領域と似ておらず、Y 染色体にある遺伝子の一部を含む特定の領域に属している。この領域は技術目染色体領域と呼ばれ、 Y 染色体と技術根染色体領域の間での乗り換え乗り換えも起きる。この Y 染色体及び技術根染色体領域にある遺伝子座では常染色体と同じように雌由どちらの個体でも性染色体にある半性遺伝半性遺伝子と違って2つの遺伝子が遺伝する。そのためこの領域ではメスの遺伝子量保証が必要なく X 染色体不活性化を逃れるメカニズムを発達させたと推定されている。臭いの技術ね染色体領域の遺伝子は典型的なヘテロクロマチン構造を持たず、イグジスト RNA 結合もほとんどない。臭い中に不活性化されない遺伝子が存在することは、X 染色体数の異常によって起こるターナー症候群あるいはクラインフェルター症候群といった。 染色体異常による症状が現れる原因となる。X 染色体不活性化は、理論的には常染色体で起きるような染色体数の異常による発現量異常の影響を除去することができるが、技術に染色体領域の遺伝子についてはその機構が当てはまっていない。ただし、常染色体数の異常による影響は流産等の 重度のものが多いのに対して、X 染色体数の異常の影響は目立たないほど、軽度であることも多い。一般客中、日本語文献英語引用文献。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。